こんにちはくんです。ということで今回はこれ誰が書いたラブレター選手権やっていこうと思います。パチ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 。陰キャでね、コミュニケーション能力が低くてね、異性との接触経験がなくてね、異性を怖がらせたりね、異性を怯えさせたりすることのうまい50人クラフトの陰キャの諸君に、ラブレターを書いてもらいました。MS 君、馬乗らないよ、これ。MS 君が考えた企画じゃなかったっけ、これ。違うか、これ俺が考えた企画か、これ。これ俺が考えたの。で、ちょっと何人かの人に、一律で、この文章を送りました。これ誰が書いたかラブレター選手権何人かに送ります。もし自分が告白するとき手紙で思いを伝えるとしたらどんな言葉で表現しますか？長くても短くてもいいです。対象は一律であなたが女性ならデポン君宛て、あなたが男性ならアーケンさん宛てにお願いします。単語で終わったりする感じだと短くてつまらないので最低2分3分でお願いします。仮想なので本当のデポンさんやアーケンさんではなく理想、仮想のかっこいいデポンさんや可愛い理想のアーケンさん宛てで構いません。なんでね、デポンさん宛てのラブレターがたくさん届いてます。本人いないのかな？これ女性すごい困っただろうな。はい、ということでね、やっていきます。皆さんは誰が書いたかちょっと当ててください。これマジの企画です。はい、いきますよ。これ女性ですね。デポンへ。私はデポンのことが好きです。だからデポンのことを好きな女の子として意識してもらいたいです。ぜひご検討を。まあ、少なくとも日本語がうまく話せない女っていうのはわかるね。これで文章能力はない女が果たして誰なのかって当てるクイズになると思います。はい、投票開始。投票できる人は投票してください。投票できない人は名前を書いてください。いなかったら、いなかったら書いてください。いきますよー。3、2、1。23時5票。23時不服だよなー、これ。不服だぞ、23時。なんで？これが23時の文章に見えるか？銀ちゃん、銀ちゃん。はい、正解は、一人もおりません。オビワンさんです。オビワンさんってこんな感じなんだね。何歳だっけ？24とかじゃなかったっけ？くっさ。新たな一面を知れたね。なるほど、こんな感じの子なんだ、オビワンさんって。なるほどね。オビワンさんってそうなんだ。これはラブレター処女。はい、次行きましょうか。アーケンさんへ、こんにちは。いきなり言います。自分は少し前へくらいから、アーケンさんのことが好きでした。アケンさんの、おい！アケンさんって誰だよ。アケンさんのどういうところが好きかというと、いろいろなところが好きです。少しドジなところとか、誰にでも優しく、何でも一生懸命なところです。自分は一度も付き合ったことがないので、引っ張ってほしいです。付き合ったら一緒にゲームとか水族館に行きたいです。気持ちを込めて書きました。だから自分と付き合ってください。返事待ってます。はい、投票開始。いやもう、これ露呈する。この企画ね、やって分かった。気持ちを込めて、アケン。希少すぎる。幼そう、やばい人。あまりにも希少い。お子ちゃま、えぐい、小学校、臭い、小さい、やばい人。はい、行きます。正解は、一人いました。小太郎です。ふん。小太郎。いや、まあ、だって小2だから。小2で義務教育終わっとるから、あいつは。ごめんね。脳裏には浮かんだ。アケンさん。ちなみに、小太郎くん。今日用事があるので毎回行けません。だそうです。おさらいってのは当たってる。アケンさん。確かにちょっとナッシーっぽいよね。若干。ナッシーはもっと具体的。いや、思考回路の感じが俺たちの思う、アッシーっぽい感じ。ナッシーびっくりマーク使わなそう。確かに。はい、行きます。自分告白いいっすか？お前のことが好きだったんだよ、芋虫。嬉しいだろ？誰でしょうか？はい、投票開始。誰だろうね、これ。これ誰だ？ふん、これは悩むな。これ誰だろうな。難問だぜ、これは。でも割と悩むな。回答、ポン。落ち葉25票、芋虫1票、コウタン1票、下さん1票、ラーメン1票、アリエル1票、デポン1票。はい、正解は芋虫くんです。はい、芋虫くんでした。正解、芋虫です。うわ、くせえ、ないわ。なんで？正解、芋虫くんです。ごめん、嘘嘘、本当は落ち葉だよ。聞きすぎ。本当は落ち葉くんですね。いや、最後にこれ言いました。対象は芋虫で構いませんっていうふうにフリーズした。えっぐっ、やっわ、これ。アーケンさんへ突然のお手紙すみません。いきなりだけど、好きです。この前 VC でおしゃべりして、やっぱり好きだと気づいてしまいました。
誰でも分け隔てなく接する明るさ、いたずらした時こっちを見た時のアーケンさんの綺麗な瞳、一緒に話してて癒される時間、どれも自分の胸から離れてくれません。そもそも人はなぜ恋をするのか、他人を愛するとはどういうことか、自分にはずっと分からなかったけど、今日ようやく分かったような気がします。恋をするわけじゃないんです。気づいていたら恋をしてしまったんです。 I'm thinking of you all the time。 いつもあなたを思って。お願いします。どうぞ投票してください。二択だな。 MS は二択に絞ってるらしいぞ。ロマンティストだね。ロマンティックなんだろうな。多分素敵な男性なんだろうな。急な英語何書いたやつの名前、 I'm thinking of you all the time にしようぜ。二択だと思うけど悩む。はい、正解いきますよ。3、2、1。はい、開始。オパイチ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 ンキャですね。ナッシー MS。 はい、正解は長月でーす。暇人くんおめでとうございます。長月はその本を参考に書いたらしい。そのモテるための本みたいなやつを参考に書いたらしい。英語のやつはこれ書くといいらしい。書いてあった。 I'm thinking of you all the time。 お前ガチか。恋愛攻略本、名前それにしよう。 I'm thinking you all the time。 共感性周知えぐい。 いやこれ面白い企画になったね。デポンさんへ突然の手紙失礼します。マイクラでも関わったことがないのにびっくりなさったと思います。実はデポンさんともっと親しくなりたいなとずっと思っていて、その機会を待っていたのですが、今のところなかなかチャンスが巡ってきません。なのでお手紙を書くことにしました。いつも静かなデポンさんに密かに憧れていました。もっともっとデポンさんの人柄に触れたいなといつも思っています。マイクラでももう少し関わってもいいですか。仲良くしてくれたら嬉しいです。そしてもしもしデポンさんがよかったら今度一緒にご飯を食べに行きましょう。デポンさんが研究してる内容とかお話を聞きたいです。フレンチのランチで美味しいところがあるんです。でもね、店主の女性はめちゃくちゃ不愛想なの。お味は私が保証しますから、ぜひ行きましょう。ではまたね。電話の投票、投票です。投票です。投票してください。投票してください。 I'm thinking you all the time さん、どうした。I'm thinking you all the time。 はい、いいですか。回答いきますよ。3。あ、デポンさん来てるじゃん。その前にデポンさん、みんなデポンさんにラブレター書いてくれたよ。どんな気持ちいい。デポンさんどうよ。ラブレターもらったことあるか。デポンは、いや、ない。デポンはこれ誰だと思う。デポンが答えちょっと教えてよ。これ誰だと思う。デポン、ノルノルさん。正解、正解。まあそうなるわな。ごめんなさい。何の謝罪だよ。文章が大人。いやまあ確かにこれは二重そこそこのメスは書けないな。確かにこの文章はちょっと書けないな。次いきますよ。割と普通なんで、まあちょっと分かりにくいと思います。アーケンさんへ、女性に対してこんな手紙を書くのは初めてで、何を書けばいいか分からんけど、自分なりに言葉に残して伝えさせてください。一緒にゲームで遊ぶようになって2年くらいですが、今でも初めて一緒に遊んだ時の思い出が残ってます。いつも明るくてポジティブなその性格に、初めは戸惑いを隠せなかったところもあったけど、自分にないそういうところに惹かれて好きになりました。付き合ってなかったらバカほど嬉しいです。返事は気が向いた時くらいで大丈夫です。はい、ということで、じゃあいきますか。はい、投票お願いします。読み方バイアスかける。いやいや、でも別に普通に読んだだけだよ。誰なんだこれ、一体誰なんだこれ。難しいぞこれ。ちょっと難かったよね。普通だからな、だいぶ。わからねえ。開示いきますよ。3、2、1、開示。はい、暇人くんですね、答えは。ちなみに俺暇人のね、この文章のめっちゃ好きなところがさ、この最後の方のさ、付き合ってもらえたらバカほど嬉しいです。返事は気が向いた時くらいで大丈夫ですっていう、この最後の最後に撤退してくのが、陰キャすぎる感じが、すっげえ暇人っぽいんだよね、これ。なんか、途中まですごい積極的で、めっちゃ熱い男感出すんだけど、ちょっと最後の方になって、いや、別に、無理にとは言わへんけど、みたいな、突っ込めないみたいな、ちょっと引いてくみたいな、最後の最後で。保険かけて、せかしたらあかんやろ。いや、そういう、なんか、妙な優しさというか、やらんでいい優しさみたいなのが、ちょっと陰キャっぽくて、なんかすごく好き。次いきます。これ大丈夫なのかな。
初めて会った時はバスで友人といる時でしたね。初めは不愛想で、なんでこんなに人と距離を取るのかって最初の印象は最悪でした。でもちょっとずつ LINE で話していくうちに、もっと高本のことを知りたいなって思って、高本のことを知りたいなって思っていきました。すごいきつい口調で自分のことを突き放したりするけど、それは高本なりの優しさだと知っていくうちに、同じようになれないかなと探してしまったり、帰り道につい待ってしまったりと、何度も君を探してしまう日々を過ごしていました。深夜に何度も通話に付き合ってくれて、話しているうちに高本との時間が尊いなって思えてきて、1分1秒でも長く声を聞いていたいと考えるようになっていました。まだ出会えて3ヶ月しゃってないけど、何年もいるような、そんな安心感でつい甘えちゃった。声も行動も姿も全てが好きです。付き合ってください。高本デポお前高本っていうの、お前高本デポつったって高本デポデポって高本さんっていうんだ。あー、高本なのか、僕性別すらわからん。しかもこれアーケンかもしれない、高本アーケンかもしれないしね。いきますよ、3、2、1、はい、開始。3人正解がいますね。正解は、やっちさんです。高本って誰？元彼。おい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 、配信してるぞ。次いきます。これ長いです、めちゃくちゃ。読んでいきますね。アーケンさんへ、こんにちは、お元気でしょうか。この手紙を読んでいるということは、きっとあなたは元気で暮らしているのでしょう。今回は伝えたいことがあって手紙を送りました。端的に言うと、あなたとお付き合いがしたいです。分かった人早押しクイズにしよう。早押しクイズ。急な話でごめんなさい。本当は実際に会ってお伝えしたかったのですが、経済的な事情から手紙という形を取りました。この手紙は僕の本心なので、ちゃんと最後まで読んでほしいです。最初にお会いしたのは2087年の2月。いつ2087年の2月でしたね。今まで画面越しにしか見れなくなった20人クラフトの世界が急に近い存在になり、な、 SF 小説になってきた。正直その時は心がぐちゃぐちゃでした。ですが、あなただけは唯一気さくに話しかけてくれたのを覚えています。もしあなたが話しかけてくれなかったら、僕は今孤独を感じて苦しんでいたのだろうと思います。それからいろいろな思い出を作りましたね。2人で企画を計画したり、サバイバルのネタを作ったり。ツンさんは、ツンさん俺くんからツンになってんだ。ツンさんはあまり僕たちに触れてくれませんでしたが、それもまた二人で隠し事をしているようで良かったのかなと思います。そうやって思い出を重ねていくうちに、いつからでしょうか、あなたのことを異性として意識していました。あなたの夢を見て目を覚まし、あなたと遊び、あなたを思いながらまた夢に落ちる。こうした日々を繰り返していくうちに、僕はもっとあなたと近づきたいと思ったんです。ちゃんと読むのもちょっと気合い入れて読むわ。あ、僕は少し人と違うみたいで、不審に思ってしまう気持ちもわかります。だから僕のことが不安なら何でも開示します。聞いてくれれば今までどんな人生を送ってきたか伝えることもできます。本当のあなたの気持ちを知りたいです。学校では友達がおらず、20人クラスでも陽キャ転生や赤貝にいじめられていて、今や頼れる存在はあなたしかいません。まだ出会って4ヶ月しか経ってなくて、早いなんてことは分かっています。でももしあなたが明日にでもプツンと消えてしまうと思うと、不安で不安で仕方ないんです。わがままな思いかもしれません。でも今にも心が押しつぶされてしまいそうで、思いを告白しました。どうかよろしくお願いします。一番最初に答えで言ったなし、コウタンが3秒で出してたなしです。分かってんじゃん。なしね、心象描写多すぎ。マジね、心の描写が多い。俺が一番思ったのは、なんだろう、もうストーカーしてる前提みたいな感じじゃない？なんかもうさ、接近禁止命令を受けた後だよね、これ。なんか元気で暮らしているでしょ。多分接近禁止命令受けた後の手紙だから、これ。想定がもう会えない環境かみたいな。なんだったら獄中から送ってるまである。裁判所の命令を受けてって感じだろうね、多分。怖い。獄中の歌詞。前提が違うよな。すごいね。素晴らしい文章力だね。次いきます。マジで書き方わかんないので待ってください。誰でしょう。投票開始。マジで書き方と文章わからないので待ってくださいって書いてきました。正解いきますよ。皆さんチャットでもいいですよ。いないと思ったら。せーの、ドン。はい。なんでわかったの？なんでわかったの？その3人。お前らすごいな。わかるんだ。朝日だよ。
なんで分かったの ?3 人。MS すごいな。お前すごいな。天才じゃねこれで分かんの。何それぽいなって。翡翠とアローネも分かってる。MS みんなのことよく見てるな。男らしくない感じが、次行きますよ。レポンさんへ、突然のお手紙で、びっくりさせてしまったらごめんなさい。気持ちがられるのが嫌で隠していましたが、私はデポンさんのことが好きです。東大院生で低音イケボのハイスペなのに、スーパーコミュ障のギャップが好きです。しかもそれでいて、ツイッターやチャットでの一人称が僕や俺じゃなくて、デポンなのが可愛くて好きです。デポンというキャラが、自分のことをデポンって言ってるのは普通に可愛いし、さらに20代後半の高学歴スーパーコミュ障の一人称がデポンだと思うと萌えが止まりません。これなんかディスってるこれ。スキンがちょっととぼけた笑顔なのも、そういうキャラに憧れがあるのかなと想像できてとても愛おしいです。長月デポン会で披露したヒューマンビートボックスにはびっくりしましたが、恥ずかしがらずに振り切ってやってて最高でした。これ悪口だろこれ。森のくまさん動画もそうですが、 VC なら特に感情が見えないところはリアルが心配にもなりますが、そこも含めて可愛いです。正直前までデポンさんのことを意識したことなんてなかったのですが、今は可愛くて仕方がありません。これからもマイクラで一緒に遊んでください。一方的な長文のお手紙すいません。ここまで読んでくれてありがとう。デポンさん大好きです。投票開始。こんな文章を書くの一人しかいない。いきまーす。開始。23時58分。みんななんで23時58分だって分かったの？よう分かったね。性格悪いから。はい、正解はサキちゃんでーす。はい、正解はサキちゃんでーす。23時ではありません。性格悪いからといって投票したのはこちらの方々です。23時さんよく覚えておいてください。アリエヌ、アルゴン、ベノム、デデ、フニャンと、コウタン、イモムシ、ヒメジ、カンタスケ、クモ、長月、ナッシ、ウミヤマドルド、6693、14、良平、リケモですと。スクショしたか。俺ね、これ分かるところ一箇所あります。これヒントありました。これね、見て。よく見てみ、この文章。かわいいになってんだよ。かっこいいって文章がないんだよね。これね、年下の男の子を魅力的だという時に可愛いって言うんだよ。だからサキちゃん。そういうこと。母性本能化。そういうこと。なるほどなー。ここはヒントだったね。一箇所。次行きます。あなたのその上品な、色合いと縦髪、そして素早さ種族値105という絶妙な数値に一目惚れしました。また、もともと冷静な性格だったというところ、怪しげなミントによって臆病に変えられてしまうという、あまりにもエロすぎるバックボーンに我慢できませんでした。これからも頑張ってください。はい、投票開始、投票開始、リケモでーす。誰だ一番早かったの。MS! すげえ、すごすぎる、こいつ。プロだろ、お前。MS、やばすぎる。カッターン、うん。ラブレターを数え切れないほど見てきた。いやー、極めてますねー、これは。圧倒的王者。やるねー。いや、そろそろもう、佳境になってきました。はじめまして、マイクラ大学の〇〇です。いきなりこのような手紙を送りつけて驚かせてしまって申し訳ないです。普段遠目から見ているだけのあなたに、私の思いを伝えるために手紙しかなかったため、このような形で送りさせていただきました。単刀直入に言いますと、私はあなたが好きです。好きという言葉では表せないほど愛してます。こんなこと言われても困りますよね。ごめんなさい。でも私には、こうするしか方法がなかったんです。普通に声かけろよ。いいの！私は今までたくさんの人と出会いましたが、その中であなたは特別な存在でした。あなたは他の人とは明らかに違う何かを持っていました。それは、きっとあなたにしかわからないものだと思います。そしてその何かを持っているのはあなただけ。この思いも伝えたい一心で筆を取らせていただきました。私がなぜここまでしてあなたのことを思うのかは気になりませんか？実は私にもわかりません。一つだけ言えることは、これは恋ではないということです。ただ強いて言うなら、あなたは私にとってとても大切な人で、いつまでも一緒にいたいと思えるような人だからだと思います。突然こんなことを送りつけられて戸惑っているかもしれませんね。ごめんなさい。でもこれが今の私の気持ちなんです。もしよろしければ返事を待ってます。いつでも大丈夫なのでよろしくお願いします。それではまたいつかどこかで。性別わからん感じか。あ、確かに。どっちとは書いてない。あ、確かに。言われてみれば。投票お願いします。確かに言われてみれば名前が出てない。いきますよ、いきますよ、いきますよ。いきますよ、開示。いきまーす。せーの、ポン。翡翠転生、風化、23時、ゲジ、ベノム。全滅だ、今回。今回全滅。MS 風化惜しい。正解は、わるるる。わるる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 る
ちなみに追伸、今ワクチンの副反応のせいで文章が考えて書きづらいので、上のラブレターは最初の方だけど僕が書き、あと8割ぐらいは学習した AI に書いてもらいました。どういうこと？照れ隠し、いやこういう照れ隠しです。書き方で女だと思ったのに。まあワドはどっちか分かんないしね。ワドはどっちか分からないから、そういうこと。ワドはどっちか分かんないからさ、次いきます。次ってかこれ最後かな。デポンさん、あなたと初めて会った時にそれほど話せなかった。正直言って本当に日本人かどうかというのはうさんくさかった。それでもついにどうしてか完全に理解できませんけど、あなたのことが好きになりました。あなたの下手に作られたマインクラフトバカグマの見た目は本当に眩しく見え始めた。デポンさん、私と付き合ってください。投票お願いします。今度こそ。はい、なんで23時でしたか。皆さん性格悪そう。性格悪いのでもうやめて。正解はヘルスカでーす。ヘルスカでーす。なぜかデポン宛に書いてきました。再び23時と書いた人たちは、アリエルベノム、デデド偏見、フニャントリー、クモ、イモムシ、落ち葉、リケモ、66でした。ちなみに23時には依頼してません。この企画依頼してません、23時に。でね、ちょっとおまけというか、皆さんなんか足りないと思いませんか？この企画何か足りないよね。アーケンさんにラブレター書くんだよ。なんか足んなくないか？なんか足んねえよな。先に、誰に撮ったか言います。おぱいちくんに撮ったんですよ。ね。会うたびに可愛くなるアーケンさんに惚れました。もっと二人でいろいろなところに遊びに行きたいです。よければ付き合ってほしいです。これ、5分で帰ってきた、これ。他の人たち、時間かかって帰ってきたのに、おぱいち一瞬で帰ってきて、5分でこれ帰ってきて、いきなり、もう常に思ってるから、普段からの言葉が出たってことです。これはもう書いたことあるな。これはハネムーン。はい。終わったっていう風なのを今送ってきた人がいます。誰でしょう？朝日、正解。朝日でーす。朝日でーす。いやー、おぱいちさすがだなと思ったな。俺一斉送信でさ、16時42分に送ってたら、一瞬で帰ってきたよ、マジで。本当に一番早かった。じゃあ、もう一問クイズです。相手側。いつまでですか？俺、なるはや。相手、愛。今ね、チャットが来た。僕送ったのは、くんさん。俺が、お前送ってないぞ、どこや？相手側。あれ？誰でしょう？アーケンさんですね。アーケンさんです。ちなみに理由なんですけど、自分のディスコに送ってたらしい。自分宛に送ってたらしい。アーケンさん、自分宛に、送ってたのを送ったと勘違いしてる。頭おかしい。アーケンさんの文章。デポン君へ、実はずっと前からデポン君のことが好きです。デポン君が真面目にお勉強してるところを見たり、楽しそうにおしゃべりしてるのを見て、めっちゃかっこいいなと思ったからです。デポン君は私のことは興味ないかもしれないけど、デポン君が私に興味持ってくれたら嬉しいです。長々と読んでくれてありがとうね。なるほどな。アーケン、なんで私宛にデポンのラブレターがあって意味わからん、マジ。頭、記憶障害だろ、もうそれもう。頭ぶつけてるって、それ。頭かなり強く打ってる、それ。はい。ということでした。ハネムーンと。この企画なかなか面白かったよね。なんか面白かったくない、誰のか当てるみたいな。なかなか良かったよ。依頼されてなかったのに投票毎回名前出て傷つきました。これシリーズ化できるよね、似たようなので。な、違うのでもできるよな、なんか。さ、あれしたい。くんさんにめちゃくちゃキレられてバンされました。謝るときなんて送るみたいなのやりたくない？今回これどういう人選だったの？な、変なの送ってきそうなやつに送った。長月とか和道とか、なんかずれたこと送ってきそうなやつみたいなのに送った。ずれた人たち。ちゃんとしてたじゃん。I'm thinking of you all the time.